では再開していきます。ミストオーバー実況プレイやっていきたいと思います。ワッホイブッチです。と前回、凍りついた山脈でいろいろとねダンジョンをこなして、古代種の痕跡とかこの辺とかもねクリアして、今ハインリヒ様に最後会いましたと。で凍りついた山脈でハインリヒと会話をするということで、一番下の癒しの祠ですね、こちらのダンジョンに入っていくぞというところなんですが、その前にちょっとねレベル上げをし直しました。みんなね、だいぶレベル上がったよ。シーナ15、ジータ16、安成15、アラハット16、ゴジロ16と、みんなね、適正レベルぐらいまではレベルを上げました。装備もね、一部山脈の装備持ってる人たちがほとんどですね。ほとんど山脈の装備。まあ、アクセサリーは別としてね。この二人以外みんな山脈シリーズになっているので、だいぶステータスも上昇しております。で、食料等も持っているので、いざハインリヒ様に会いに行きましょう。なんかね、ボス戦の予感がするんよね。ボスっぽいんだよな。どうかな。目標地点到達。で、ハインリヒ様に会わなきゃいけないんだが、おー、初っ端冒険家の記録、これはでかい。あ、右下にいるじゃん。右下にいるね。ってことは、まあ、サクサクっとアイテムちょっと取ってこようか。あ、ん?この光ってるやつの先になんか、襲われてる人いるわ。とりあえずじゃあこれ倒しちゃおう。そしたら、ハインリヒに会おう。よし、これでだよ。HP 全部回復させて、 OK、 食料を補給して行こうか。依頼のアイテムを見つけた。地下空洞をさまよっていると一人の人影を発見した。どうやらハインリヒのようだ。待っていたぞ。諸君。ハインリヒは笑みを浮かべあなたたちを見つめる。僕は諸君が必ず来ると信じていた。今まで霧の世界を行き来しよく成長してくれたから。そして諸君は運命を勝ち抜く強い力を持っているんだ。諸君、世界がどのように作られ存在しているか考えたことがあるか。ハインリヒは虚空に視線を向ける。誰かが全てを支配している場所で作られた通りに生きていくことを考えたことはないか。自分と世界、そして運命まで、僕たちと世界のすべてのものが絶対的な存在の夢だったなら、ただの妄想であったなら、いつでも消えることのできる蜃気楼だったなら、世界が空虚な空間であったとき、それは夜明け前の古代と呼ばれた時代だ。ただ一人の存在だった。ザ・グレート・ワン。世界は彼が作った幻想に過ぎない。世界が滅亡する理由と世界を作った根源を直接見せよう。まだ僕たちが行ったことのない隠された次元がある。神が眠っているところだ。隠された次元に行くには鍵が必要だ。次元を開く鍵だ。鍵は古代種の皇帝エルダーエンペラーが持っている。彼から鍵を取ってくるんだ。エルダーエンペラー。あ、ってことは、ボス戦じゃなくて、エルダーエンペラーを倒すっていうのが次の依頼にあるのか。オッケー、じゃあちょっと苦しんでるこいつ助けるか。よし。ウェアウルフ、ロレンスは気になるか。よし、救助した。これで帰ればよろしい。うわ、まだ古代種のボスいるんだね。やっぱり、ボスいなかったのかと思ってたんだけど。全員16レベルになったし、オッケーオッケー。で、こいつか。13レベル。ちょっと低い。お、シャイロック。お聞きしたいことがございましたら。なんかある?霧の世界と呼ばれるところは複数の次元に複数の種族が集まっているのです。種族は次元を超えて行き来し、時にはお互いに戦争を繰り広げたりもするそうですぞ。
代表的なのがフライングブロブと古代種の戦いですかな。フライングブロブは自分たちと一体化する相手を探して古代種に目をつけ彼らを襲撃したのです。攻撃に備えていなかった古代種はフライングブロブの襲撃で大きな被害を受け、生き残った一部が凍りついた山脈に隠れたと伝わっております。なるほど。ああね、こういう感じでストーリーのなんかを話してくれるらしいんだけどな、いまいちね、わかんない別れって感じなんだけど。では執務室行こう。はい、報告です。皆さん、ハインリヒ殿下とお会いしましたか？どんな話をされましたか？なんか古代種のボス倒せって言われたあなたたちはハインリヒ公爵に聞いた話を全て伝えた。その話は、私たちが生きている世界は誰かによって作られた世界だということですね。私たちはそのこと自体も気づかず生きているわけですね。まだ謎かけのような話でしかないですが、鍵を得れば真実に一歩近づくことができるでしょう。OK。で、これか。古い皇帝との戦い。エルダーエンペラー。隠された場所に行くことができる次元の鍵を取りに行く番ですね。ハインリッヒ殿下の話によると、古代種の皇帝エルダーエンペラーが持っているそうです。調査団を介して急いで調べた結果、エルダーエンペラーが目撃されたという情報が入ってきました。早いな過去の戦いで受けた傷を癒すために眠りについているようです。力が完全ではない今がチャンスだと思いますが、エルダーエンペラーから鍵を得ましょう。オッケーです。ということで、じゃあ次はエルダーエンペラーを倒しに行きたいと思います。はい、ということで、エルダーエンペラーを倒すというところで、まあ一通り達成率 120% まで持ってきてね、ちょっと罠で真っ暗になっちゃって見えないんですけど、とりあえず達成率 120% で、エルダーエンペラーの目の前に来ております。ということで挑んでいきましょう。超でっかいピラミッドなのかな。何これ。古代種が3匹いて、エルダーエンペラー反光速、うん、コズミックレイ、空間亀裂、シスターの幻影を調査隊側に召喚する。何これ。固有コスモ、固有小宇宙、3体古代種召喚、ワールドエンドアルター。何これ。フェイズチェンジ2段階を与える。何フェイズチェンジって。全然よくわかんない技持ってるんだけど。あー、なるほど。今気づいたんだけど、左側の耐性値さ、全部免疫って書いてあるね何これ。はー、なるほど。で、どうすっか。まずは、普通に殴るしかないか。はい、ガードされたわ。ガードってなんで？おお、ミス。突進はいけるね。オッケー。あ、でも結構防御力は低そうだね。で、相変わらずの防御陣形。で、防御を固める。で、どうせ麻痺は効かないから、この周りのやつを縛っとこう。で、安成は相変わらず式神を出す。うん、オッケー。古代種たちがどのぐらい攻撃してくるかだよね。あ、でも100いくつか。結構あれだな。出血のダメージがでかいな。で、ガードすんだよ。オッケー。パラディンは、もう一回防御陣形張ろう。ちょっと防御陣形厚めにして。もうさ、2回張ると HP がさ、もう3000とかいきだすね。ないない。理解できない行動？ないない、この真っ白なやつ。ちょっと待って、お前なんだ？飛躍の快感、キョ？安定した雲、嘘。え、出血の状態じゃ理解できない移動。上下左右一マスランダム移動。すべてのパーティーメンバー 25% の補正値です。25% の、あ、これはやばいな。スピード減少生まれる。でも、こいつどうしようもないよね。こいつ、ま、悪いこ、ん？なんだこれ。
別にさ、この2つはあれだけど、これだよな。これが一番めんどくせえな。シスターの幻影か。で、あと2ターンで消滅するのね。オッケーオッケーオッケー。で、海岸を小次郎にやって、ヒット率を 35% 上昇させる。これで多少は当たるだろうな。で、お互いをお互い守らせるのは放置。え？お前自分で生み出したシスター攻撃すんの？あ、シスターそうやって攻撃してくれるんだ。なるほどね。じゃあ捕獲しておこうか。捕獲しよう。ぶっちゃけ出血はね、体力3000近くあるから大丈夫だと信じたい。必殺の一撃を与える。OK、700。もうねー、めちゃめちゃね、シーナ火力出るんよ。あれシーナだよね、この人。そう、シーナ火力がやばい。火力がね、素晴らしい。で、ガード、ガラッとガード。で、MP を。次の。うぅ、びっくり。次のね、防御陣形に備える。圧縮、大丈夫。あー、麻痺は痛いなー。で、何する？お前。あ、オッケー。麻痺を、ガラハットの麻痺解除しとく。なんかあってっからじゃ遅いから解除しといて、何する？理解できない移動。上行け。あ、移動しね。移動しね、あいつ。よし。じゃあ、捕獲をした。あ、麻痺した。下麻痺してるよ。違った。間違えた。まあいいや。これで EVD とかは、あ、命中時効果は何も出ないね。で、だったら、かかれかな。かかれが一番、400、最大449だったら、かかれがいいな。かかれー！オッケー。で、突進好きで前出ながら攻撃。オッケー。ワールドエンドアルタ。大丈夫？死ぬなよ。解除した。解除された。光の採血。ちょっと待って。何この状態。あ、なんかいろいろ増えてる。ワールドエンドアルターっていうのでいろいろ増えてる。1体の敵に 260% のダメージ。粒子速度。自分の行動回数に増加のバフ？え？ 2 回行動？はぁ、なるほど。とりあえず今の状態はまずいんだけど、ガラハットの MP を回復しといたわけで、防御陣形は張り直せる。張れるよね。これ張れるよね。あ、オッケー、張り直せてる。オッケー、こういう感じでいつでも張り直せるならいいよ。よし、加速。なに、行動回数増えた。ちょっと待て。強力不振。いや、なんかよくわかんない行動してくるな。強力不振ってなんだ。まさかあれか、みんなで使う、あれか、言葉の通りなんか、お前邪魔だなこいつ本当に。消えねえし、こいつなんか消えないんだけど、なんで。違う、あれがねえわ。あれが消えてるからだ。消滅が消えたからだ。なるほどね。強力不振って言葉の通りなのかな、やっぱり。強力不振だから多分、まあ、味方を。え、でも全体回復とか使えるから。とりあえずね、この、ガラッ、そう、1000ぐらい食らっちゃったから、回復させといて、亀は大丈夫だよね。真ん中だな。麻痺、麻痺ないか、前のやつ。いやー、やばいな。うわー、当たらねえし。ヒット増加させたのも消えちゃったからな。突進好きやるしかないわ。2回行動がきつすぎるだろう。ない。行動回数毎回増やせ、ちかさー、行動回数増やしてから、オッケー。え、後ろのやつ消滅させてくれていいのに。てか、このよくわからない状態は、治らないのかな。てか、デバフがひどい。デバフがひどいぞ。いろいろとデバフがひどいぞ、これ。いや、まあ、非対称高えし。
麻痺、そこは麻痺がいいよ。とりあえずみんな、とりあえずみんな大丈夫かな。出血255、あれだね、ガラハットだけちょっと来てんだわ。で、必殺の一撃、オッケー。もうずーっとこいつ2ターン行動って考えた方が良さげだな。当たるよ、90%、オッケー。もし加速で2回行動だろ。2回行動になった時もさ、そのまま動いてくるのずるくない？オッケー。耐えれてる。ギリギリ耐えれてる。今のところギリギリだが、これ MP が尽きたら終わるな。MP が尽きたら終わる。スパークが意外に範囲広いし、スピードもがっつり下げてくるっていうのがやっぱりきつい。後ろのやつ早く倒してくんねえかな。これで、ちょっとでも上のやつのヒット率下げとくか。そうしよう。ミスかよ。あ、消えた。ラッキー。で、突進好きかな。もう火力を出してもらわないとダメだ。で、HP が減ってるよね。危ないよね。オッケー。で、強力不振中だから、使えないから、MP 回復に、費やそう。で、どうせ2回行動だろ。まずいぞ。強力不振が解けないと。待って、強力不振待たされた。まずい。仮体力が作れないのはまずい。ステータス弱化デバフ。解けるこれ。いや、強力不振は解けない。強力不振は解けないのか。まずいな。ってことはもう防御陣形が張れない。これはまずいぞ。まずいぞ。強力不振が張れない。何のせいで。これ強力不振って解除できないのか。何これ。マジか。 HP 回復しとく。でもそこまで減ってるわけじゃないし、 MP でも、どうだろう。これ多分ダメだろうな。ずっと攻撃されちゃうだろうな。だったら少しでも移動、麻痺とか、麻痺らないのはまずいわ。亀やられちゃったし。おのおの個々の力で倒さなきゃいけないのか。必殺の一撃。これ大丈夫だよ。出血のダメージ大丈夫。230か。チーナがいるから大丈夫だろう。与える。オッケー。あと2000だよ。でもあと2000。あと2000ぐらい頑張れ。信じられない。いや、全体回復だな。全体回復でクリティカル出て、いい感じにクリティカル出て。やばい、2回行動きつすぎ。1800の、うわ、900も入った。まずい。大丈夫。1500。ちょっと待て。やめろよ。シーナ殺すなよ。おお、キョ、シーナ殺すなよ。危ねえ。1500は、1500はまずいって。いや、きつすぎるだろう。シーナを殺させるわけにはいかない。いかないのだが。でもこのターン別に技失敗したとしても、大丈夫、そこは大丈夫。いや、また、ダメだ。これ、これダメだ。包帯で出血を回復しないと死ぬ。包帯で出血を回復する。じゃないと死ぬ。で、亀を置いて、信じられない愛で、600じゃ耐えられないよな。600じゃ耐えられないよ。でもガラハットもやばいな。
みんなやばいな。みんなやばいな。どうする？みんなやばいな。600じゃみんなやばいな。生死の境界の後遺症になってしまったから、いやきついな。きついぞこれは。これはきついな。これはどうする？シーナかな。まずはシーナから行くっすよ。粒子加速狙われるなよ。頼むよ頼むよ。そこはしょうがない。ミス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 、オッケーミスオッケーミスオッケー。うわ900とか入ってるよ。でもうしょうがないから突進好きで、あと1500なんだよ。あと1800か1800か。いけ500。ちくしょうちくしょう。ガードだな。で MP を回復させよう。耐えてくれ。 OKOKOK。 神を攻撃するな。 OK。 みんな体力がやばいんだよ。ミスとガードは OK だよ。弱化大事だ。 OKOKOK。 いいぞいいぞいいぞ。耐えて耐えて、みんな耐えて。でやばい、 MP がない、 MP がない。ポーション使おう、ポーションを使おう。いやーきついなー。こんなきついか。いや MP 回復よりも先に体力回復優先だな。でもうバニッシュとかでやりに行け。うわミス、ここでー、ここでミス、きつい。いやー待った、あと1200なんだよ。安ない池死にそうだなー。いやーどうする、どうしよう、どうするか。安定回を取るならここで逃げた方がいい。安定を取るなら正直ここで逃げた方がいいな。逃げるか逃げられるか、果たして。あ、まあアイテム的にはこれがあるから逃げれるんだけど、どうするか。400。かっ、あでも協力不信は解けてるのか。解けてるが、いやーあと1000ダメージ削れるか。あ頼むぞ頼むぞ。当たれ。オッケーオッケーオッケー。230。あと1000削れるか。本気を出した。多分もう相手は 57%。 多分ねもう行動回数増えてるっていう、こいつはもうもう一回協力不振のやつやってくると思うんだよね。多分協力不振のやつやってくると思うんだよ。これ多分やってくるんだよ。これに耐えてもう一発何をしてくるかによってなんだけど、確率ゲーだなー。恋で前のやつが麻痺ってこいつにダメージ与えて、あと1000でしょ。で3連続耐えて、あともうみんな総攻撃で必殺の一撃一発入る、倒しきるか。賭けだな、確率によって賭けだな。賭けに勝ちたい。うわマヒンね、シュル前のやつマヒンね。ガラッとか死ぬか。大丈夫、そこ耐えてる。出血耐性空間の水、オッケー大丈夫大丈夫。耐えてる耐えてる。もう一回上のやつらに攻撃して。大丈夫大丈夫。処罰処罰、もうやるしかない、やるしかない。あと700ぐらい削って。安なり死ぬな、安なり死ぬな。頼む、必殺の一撃当たれ。オッケー。え、ガード、ここでガードだと、ここでガードだと。頼むぞ、クリティカルゼロ。おいおい、400、20、145、145、145、145、145、90、90、90、90%、145、シールドバインシュで、90%、90%、90%、倒せ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 、おっしゃ、オッケー。
で、オッケー、終われよ、全部終われよ。よし、オッケー、危ねえ。エルダーエンペラーは激しく抵抗したが、あなたたちの強烈な攻撃によって息の根を止めた。エルダーエンペラーを倒すなんて強かったよ。いつの間にかハインリヒがあなたにの近くに立っていた。そして彼はエルダーエンペラーの体に近づいていく。僕が手助けできればよかったが、それは禁止されているんだ。ハインリヒが手を伸ばし呪文を唱えると、体から光のエネルギーが流れ出し、玉のように集まっていく。これがまさに次元を開くことのできる鍵だ。呪文が終わると光は徐々に暗い色の金属へと変わっていく。そしてハインリヒはそれをあなたに手渡した。これを持っていれば隠された次元に行くことができるだろう。知りたいことが多いだろう。諸君に説明してやるから、まずは町に帰ろう。で、俺はやばい、これね、これ俺やばいわ、これ終わったかもしんない。安成死ぬかもしんない、これ。探索お金。依頼は達成したんだよ。出口から出ようとすると、安成が死ぬ。出血227のダメージを受けて安成が死ぬ。だから俺は、で、包帯がない。つまり俺は、メニューから脱出をしないといけない。うん。だよね。一歩歩いた時点で死ぬもん。脱出します。ただ、依頼は達成してる。依頼は達成してるから、経験値はしょうがない。もう、これはしょうがない。もう、仲間が死ぬのが一番ダメだから。で、もう装備もしょうがない。これはもう後で取りに行けばいい。これもしょうがないから。で、針はどうなる？まあ、1分戻っちゃったのはしょうがない。何度も言うが、仲間が死ぬのが一番も。皆さん、ようこそお越しください。まだ上空。あ、マジか。マジかー。脱出だと探索終了にならないんだ。マジかー。エルダーエンペラーもう一回倒さないといけないんだ。倒してきます。倒してきます。ただし俺はもうアイテムをがっつり持ってく。アイテムをがっつり持ってく。もうね、ポーション買いまくるわ。しょうがないね。これはしょうがない。あそこで安成死なれるよりも、もう一回倒しに行く方が全然楽。その方が後々のこと考えると楽。正直レベル16までもう一回作り直すよりかは、仲間を死なせるのが一番危険なので、ちょっともう一回倒しに行ってきます。はい、ということで、エルダーエンペラーもう一回倒してきました。はい。いやね、ちょっとね、なんだろう。倒してるところの動画はないんですけど、2回目倒し行った時に3体いた古代種のうち2体討伐して1体だけの状態で戦ってるたらね、割と楽に勝てた。あとはね、なんか HP が半分以下くらいになると覚醒して2回行動になって強くなっちゃうんで、それを半分切る前くらいのところで防御しまくって MP 回復させまくって、もう完全に準備した状態で初手防御陣形張って切れる前に倒し切るみたいな戦い方したらね、めちゃめちゃ楽に勝てました。ね、みんな体力半分以上残ってね、全然ね、覚醒してから3ターンもかかんないで倒せたんですよね。シーナがめちゃめちゃ強かった。シーナさんがね、必殺の一撃がね、なんか700とか800とかを平気で出せるようになったのでね、かなり安定して倒せましたと。ということで、エルダーエンペラーを倒したので、こちらですね、依頼報告します。遠い過去、宇宙にはただ神だけがいた。そして神は眠りについていた。あれ、お主、いつの間に帰ってきてたんだ？いつから存在していたのか、いつから眠りについていたのかわからない。ただ神は、夢を通して世界を作る力があったということだ。神は夢を通して混沌を作ろうとした。生命を維持するためには混沌が必要だったんだ。しかし、一つの夢から引き抜くことができる混沌は限界があった。
いくらダイナミックな世界でも時間が経てば停滞するのだから。だから神は考えを変えたんだ。既存の夢で混沌を得ることができないのであれば、新しい夢を見ればいい。しかしそうするためには既存の夢を終わらせなければならない。夢は一度に一つだけ存在するものだから、新しい夢のために夢の中の世界を崩壊させた。そして眠りから覚醒する。もう一度眠り、新しい世界を作る。その過程を長い時間をかけて繰り返した。そうして作った世界が僕たちが今住んでいるこの世界だ。その繰り返しの中で完全に破壊されずに、偶然生き残った一部がまさに霧の世界と呼ばれる世界だ。眠りについた神の夢で作られた世界。この世界の滅亡は作られた時からすでに予定されていたことなんだ。へえ、なんかなんて言うんだろうね、なんて言えばいいんだろうね、なんかちょっとすげえ言葉に難しい哲学みたいな感じのことになっちゃってるんだけど、なんかこうすげえ難しい話になってきたね。要するにこの今のこのミストオーバーの世界っていうのは、まあ、神様の夢の中の世界であって、神様はその夢を維持するためには、夢を維持するとか世界を維持するためには混沌が必要なので、どういうこと？まあ要するに夢落ちを繰り返して世界を作り続けるみたいな、新しい夢を見続けることをしている的な感じなのかな。そういうことなのかな。それがまあ左上の滅亡の時計っていうのが関わってくるのかな。滅亡させたら新しい世界が的な、そういう感じなのかな。なんてタイムリープとはまた違うけど、そういう感じのお話なのかな。そういう感じなのかな。で次の依頼、夢の湖の下で。この依頼、神は自分の夢で世界を作った。だが世界はその中に住んでいる人たちのもの。神の思った通りにはできなかった。自分の思うように世界を動かすには神が直接手を出すのが一番だったが、自ら干渉することはできなかった。だから代理人が必要だった。それで自分が作った次元から一人を選んだ。それがまさにこの僕だ。僕は望まない選択をされ、数億年後数々の次元を経て生きてきた。その間でいくつかの名前を持っていた。この一族を作ったのも僕だし、カリオストロという名前を使っていたこともあった。そして人類の発展と多くの戦い、戦争を目撃してきた。時には混乱と混沌を傍観したり主導したりもした。しかしもう長い時間を生きることにうんざりだ。肩の荷を下ろしたい。そのためには夢と夢をつなげている連結の輪を切らなければならない。僕は代理人となる時に結んだ約束のせいで神を殺すことができない。誰か代わりに神を殺せる人が必要だ。それがまさに諸君だ。もちろん夢にいる以上神を殺すことはできない。しかし今のように成長した諸君ならわからない。眠りについた湖に行け、そこにいる神の意志に会い倒すんだ。もし諸君が隠れている神の深い意識を呼んで衝撃を与えることができたら何かが変わるかもしれない。全ては諸君の実力次第だ。破壊と再生の輪を破壊してくれ。え？そんなことをしてしまっていいのか。神様を倒しに行く。ザ・グレート・ワンを倒す。眠りについた湖。あ、一個しかない。次元の狭間に隠されし地域、最も強く最も偉大な存在が眠っている。でもダンジョンの大きさは小さいだ。なんかすごいぶっ飛んだ話になってきちゃったね。とうとうさ、神を殺せっていう話になってきちゃったよ。でもさ、この世界は神様の夢の世界なんでしょ？
ってことは神様を殺したらさ、結局この世界を崩壊するんじゃないの？どうなの？まあそれはこのザ・グレート・ワンを倒して分かることということなのかな？ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よければチャンネル登録・高評価もお願いします。バイバイ。